ウィレム・ソーブレトは、オランダ出身の作曲家、ピアニスト、バイオリニスト、指揮者、音楽教師、フランス語名のギヨーム・ソーブレイで知られている。親とい外国人として1885年から1889年まで日本で活動した。音楽家のフーベルト・ソーブレトとエリザベト・デ・ブランケの2番目の子としてミデルブルフに生まれ。 オランダ領東インドのバタビアにあるギムラジウム・ウィレム3世で学んだ。1884年11月に香港を1885年4月に上海を訪れ演奏会の独奏者、音楽教師として活動した。すでにシンガポールと香港に巡業していたマスコット歌劇団の同年7月の上海公演から指揮者ケンペアの伴奏者として出演した。 マスコット歌劇団は三菱会社の広島丸で横浜に向かい停泊した神戸の神戸体育館劇場で同年8月20日21日に日本初公演を開催し8月23日に横浜に到着すると8月25日から9月16日にかけて横浜パブリックホールで公演したマスコット歌劇団は同年9月20日に 日本を去ったが、ソーブレイは、日本に残って、横浜と神戸で個人の演奏会に出演した。同年10月に、上海に戻り、エミリー・メルビル歌劇団の公演での式のほか、10月27日には、ソーブレイの国別演奏会に出演した。エミリー・メルビル歌劇団は、ソーブレイと共に、日本に渡り、神戸と横浜で公演した。 エミリー・メルビル歌劇団が再び神戸に向かうと、ソーブレーは横浜に残り、離日するまで山手に居住した。1886年4月1日からフランツ・エッケルトの公認として音楽取り調べ所の職託教師となり、昇歌、ピアノ、オルガン、弦楽、管楽、火声法、大法を担当した。1887年10月4日に音楽取調べ所が、 東京音楽学校と解消されてからも1889年1月9日まで、引き続き同校の教師を続けた。その他に、横浜合唱協会専任指揮者を務めた。教え子に、小山作之助、農書弁二郎、白井菊夫、山田玄一郎、高田信がいる。その後、ハワイ滞在を経て1890年11月21日に、 このルルを出港したオーストラリア号でサンフランシスコに向かい同地に移住した中村リ平が作品リストを作成している。ありがとうございます。